後悔するなよ。人里離れた獣道を一つの影がシックしていた。影の名は猿飛サスケ。小牧長久手の敗戦以降、衰退の一途をたどる甲斐武田軍その忍び頭である。俺様が必ず何かを掴んで帰る。だから大将も考える、そして行え。武田のために必要なことを。両親の武田信玄に代わり国をまとめる真田幸村には、未だ南極を打破する器量が備わっていない。今の武田に不可欠なものは、まず第一に情勢把握。目的地瀬戸内にて開かれた石田と毛利の戦端は、まさに情報が泳ぐ海そのものと言えた。先方容認失句。さて、俺様も行くとしますか。天の唾、嘘にだけは気をつけないとな。あんたの決断を不意にはしない。成果は必ず持ち帰るぞ大将。まずは線を引く。我と貴様の利するところ義に分かちがたきのままだ。やれ笑え。こっちはどうだ。いや、特に。あれ、今なんか影と風が通ったよ。おいおい、頼むぜ。寝不足か。蔵より伝令、我らの他にも変死している者たちがいるようす。春日たちか。分かった、報告ご苦労。ここは一つ事の葉すぐりとしゃれ込むか。こんなところに隠れてやがった。突然来るなんて卑怯だぞ。ネオリ報告、毛利軍の陣容は全てこの町の中。どれどれ、こりゃまた随分蓄えてたもんだ。木の葉がきれいに洗濯しといてよかった。
統制が取れてる軍には潜り込みやすいね。第一に間違いが起こりにくいの。済んだ後もな。元成様はまこと中国のみでご満足なのか。戦を動かすのは兵の数にあらず、一人の猛者。石田はお休み、毛利も手抜き。これで本気の戦と思える方が不思議だよ。大谷様の指揮なら大丈夫、きっと大丈夫。今日の黒い腹ね。今日自体はお留守番か。頑張ろうぜ。俺たちがやらずにどうする。霧より警告、この先で大物同士が密談中の。了解。ほいほい。あとは俺様の目で確かめ。鬼んとこひどい目にあったらしいな。徳川にやられたって話か。海岸だしな。ここでも徳川か。まあ潰し合うなら同じだ。さてさて、一つ拝んでくるとしますか。お日様と仏様のありがたい悪だくみをな。
海の泡でも飲むがいい。まあ待て、そう無下にするな。我と主、二つのつぶらでお茶の子さいさいよ。石鹸を許した覚えはない。下がれ。面白そうな話だね。俺様も混ぜてくんない？嫌だって言っても無理やり吐かせるけどさ。虎の影が水に落ちても溺れ足りぬと見える。客か。許せる。茶菓子は残っておらない。采配の将が手を抜き、京王も不在。真っ当な戦とはどうにも思えないんだけどね。隠すこともない。我と毛利との手つない。貴様、密約という言葉の意味知らぬのか？落ち着け。知られたからには取り込むかげる。我は徳川を倒して、主も同じはずだ。今の武田には仲間がいるようではないか？見透かしてくれるね。否定はしないけどさ。その交渉、我も無関係ではなかろう。初手の初手から勝手をする男よ。星が見かった、輝いた。あれも近い。待てをしな。我ら三国、和気もあいあいの三つどもえ、朗らかな答えを待っているぞ。お疲れさん。ご苦労さん。さて、次なるお仕事はと。